セバスチャン・ルネグロジャンは、フランス・マルセイユ出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは4位。ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス5勝を挙げた。身長175センチメートル、体重72キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。1996年に、プロ入り。ジュニア時代には1996年。 全仏オープンジュニアダブルスで優勝している。1997年全仏オープンで主催者、推薦選手として4大大会に初出場した。1998年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり、本戦の4回戦でピートサンプラスに挑戦した。2000年6月にノッティンガムオープンでツアーを優勝した。2001年は前後オープンと、 全仏オープンの2大会連続で4大大会の準決勝に進出した。全豪オープンの準決勝では同じフランスのアルノー・クレマンに7から5、6から2、6から7、5から7、2から6の逆転負けを喫した。この試合ではグロジャンガ2セット先行後、第3セットのタイブレイクを取れば決勝進出が目前に見えた段階でクレマンが反撃を開始し、第4、 セットを奪う展開の試合だった全仏オープンでは地元の声援を背負いながらも準決勝でアレックス・コレチャに6から7、4から6、4から6のストレートで敗れた。パリマスターズの決勝でエフゲニーカ・カフェルニコフを7、6、6、1、6、7、6、4で破り初めてのマスターズのタイトルを獲得。最終戦のテニスマスターズカップでは決勝で レイトンヒューイットに36、36、46で敗れ準優勝。オーストラリアとのデビスカップ決勝にも出場し、グロジャンはレイトンヒューイットとパトリック・クラフターに敗れたが、他の3試合を制し、フランスは3勝2敗で優勝した。ウィンブルドン選手権では、グロジャンは2003年2004年の2年連続で準決勝に進出した。ウィンブルドンの前哨戦である、 クイーンズクラブ選手権でも2003年2004年と2年連続の準優勝があり芝を得意にした。オリンピックのフランス代表選手としても2004年アテネ五輪で男子シングルスの準々決勝に進んだ。2003年にジャパンオープンテニス選手権に出場した時は決勝でライナーシュットラーに6-7、2から6で敗れて準優勝に終わっている。 2007年10月、地元フランスのリオングランプリで単覆優勝を果たした。シングルス決勝ではマルク・ジケルを破って5年ぶりのタイトルを獲得し、ダブルスではジョー・ウィルフリード・ツオンガと組んで優勝した。この優勝が最後の優勝になった。クロージャンは2010年に32歳で現役を引退した。現在はディシャール・ガスケのコーチをしている。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます